これより2019オートバックススーパー GT ラウンド7スゴー GT300 キロレースオールドライバーズアピアランスを開始いたします。オールドライバーズアピアランス、それではレースに参戦するチームをご紹介していきます。場内ビジョンにご注目ください。カーナンバー8 ARTA NSX GT 野尻智樹、伊沢拓也。カーナンバー31トヨタ GR スポーツプリウス PHV APR GT 佐賀光輝、泣き屋中山祐希。16モチュール無限 NSX GT 武藤秀樹、中島大輔。カーナンバー30トヨタ GR スポーツプリウス PHV APR GT 永井博明、オリドマラブ。カーナンバー34モデューロケンウッド NSX GT3 道上亮、大津ひろき。カーナンバー88マネパランボルギーニ GT3 小暮隆、元島優也。カーナンバー64モデューロエプソン NSX GT ナレインカーズケアン、牧野忠介。87 T-ランボルギーニ GT3 高橋翼、アンドレ・クート。カーナンバー18アップガレージ NSX GT3 小林隆、松浦康介。カーナンバー50アルナージュ AMG GT3 加納正樹、山下亮生。シンティアムアップルロータス高橋和夫、加藤ひろき。カーナンバー7 B ステーションバンテージ GT3 藤井智信、ジョアオ・パオロでオリベイラ。カーナンバー21一つ山アウディ R8 LMS リチャード・ライアン、富田龍一郎。48直毛ゴー&ファン GTR 田中将暉、リーダー対応。カーナンバー720マクラーレン 720S 荒誠治、アレックス・パロー。カーナンバー3クラフトスポーツモチュール GTR 平手康平、フレデリック・マコビッキー。カーナンバー65レオン・ピラミッド AMG 蒲生直哉、津軽見東吾。カーナンバー23モチュール・オーテック GTR 松田継夫、ロニー・クインタレンリ。カーナンバー4グッドスマイル初音ミク AMG 谷口信輝、片岡達也。カーナンバー360ランナップリボー GTR 青木孝之、柴田優作。
バー37キーパートメス LC500 平川亮ニック・キャシディ。ターナンバー12カレソニック・インパル GTR 佐々木大地ジェームス・ロサターナンバー60シンティアム・エレーム・コルサ RCF GT3吉本弘樹、宮田理智。カーナンバー56リアライズ日産自動車大学校 GTR 平峰和樹、サッシャ・フェネスラス。カーナンバー6バコーズ 4CR LC500 大島和也、山下健太。リアライズコーポレーションアドバン GTR 高星光則、ヤンマネンボロ。カーナンバー38ゼントセルモ LC500 立川雄治、石浦博明。カーナンバー11ゲイナータナックス GTR 平中克幸、安田博信。カーナンバー96 K-TUNES RCF GT3 新田森夫、坂口瀬奈。カーナンバー10ゲイナータナックストリプル A GTR 星野和樹、石川圭司。カーナンバー39デンソーコベルコサード LC500 ヘイキコバライネン、中山雄一。カーナンバー33エヴァ RT 初号機 XWORKS GTR ショーントン、道見真也。19ウェッツスポーツアドバン LC500 国本雄一、坪井翔。カーナンバー9パシフィック未来明かりナックポルシェ、横溝直樹、峰尾京介。カーナンバー35アット RCF GT3ナタフォン・ホートン艦、ショーン・ウォーキンショー。カーナンバー5アドビクス・マッハ車検 MC86 マッハ号、坂口夏、平木雄也。カーナンバー52埼玉トヨペットグリーンブレイブマーク X MC 脇坂重勝、吉田博樹。まずは GT300 クラス予選第3位のドライバーから紹介です。GT300 クラス3rd grid GT300 クラス予選3位ホッピー 86MC 松井貴光、佐藤君也。GT300 Class Second Grid。 GT300 クラス予選2位 ARTA NSX GT3 高木真一、福住2名。
from the class. Pole position. GT300 クラスポールポジション。スバル BRZ R&D スポーツ。井口拓人、山内秀樹。それではチームごとに意気込みを聞いていきましょう。まずは予選3位ホッピー86松井選手からお願いします。はい、昨日の予選は3番手で、ちょっと悔しい結果になったんですけど、昨日のアタックは満足できているので、今日の決勝も頑張りたいと思います。はい、そして佐藤選手お願いします。はい、おはようございます。予選もできる限りのことはできたと思うので、決勝もしっかり自分たちのできる精一杯のレースして、戦っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。続いて GT300 クラス予選2 ART NSX GT3 高木選手からお願いします。はい、皆さんおはようございます。一応今ポイントリーダーにいますので、ここでもまた今日雨が降ったりいろんなコンディションになると思いますが、しっかり走って表彰台をまず取ってポイントリーダーでですね、最終戦に向かっていきたいと思います。皆さん応援よろしくお願いします。そして福住選手。はい、皆さんおはようございます。そうですね、昨日の予選、惜しくも、2番手ということだったんですけど、チャンピオンシップのことを考えるといい位置からスタートできるので、今日もしっかりいいレースをして、ちゃんとポイント取ってポイントリーダーのまま、最終戦に行ければなと思っています。皆さん応援よろしくします。はい、ありがとうございます。そして GT300 クラスポールポジション、スバル BRZ R&D スポーツ、井口選手からいきましょうか。お願いします。はい、おはようございます。前線のオートポレスは悔しい結果に終わってしまったので、今日こそ、いい位置でチェックを受けてスバルファンの皆さんと笑顔で終わりたいと思います。応援よろしくお願いします。そして山内選手お願いします。はい、はい、頑張ります。はい、皆さんの思いをしっかり、背負って、一生懸命走ります。応援の方よろしくお願いします。はい、そして山内選手、今日スバルの社長さんがお越しになっているということですけども、はい、スバルの社長に向かって一言お願いします。もう精一杯頑張ります。はい、それしか言えないです。頑張ります。頑張ってください。そして井口選手、その旗の意味はどういった意味があるんですか？毎回ファンの皆さんにコメントいただいてて、これが僕たちの力になっていい走りにつながっていると思うので、今回もその期待に応えたいと思います。頑張ってください。ありがとうございました。 GT300 クラス上位3チームの皆さん、ありがとうございました。ドライバーに今一度大きな拍手をお送りください。それでは選手の皆さん、ご講談ください。ありがとうございました。この後は GT500 クラス予選トップ3チームの紹介です。GT500 class, third grid. GT500 クラス予選3位、AU トムス LC500、中島和樹、関口雄飛。GT500 class, second grid. GT500 クラス予選2位、レイブリック NSX GT、山本直樹、ジェンソン・バトン。GT500 class, pole position. GT500 クラスポールポジション、NSX GT 塚越晃大、ベルトラン・バゲット。さあ、それではですね、選手の皆さんに意気込みを聞いていきたいと思いますが、予選第3位中島選手からお願いします。
はい、今日ちょっと僕ら、エンジン交換でペナルティがあるんですけれども、それを跳ね返すぐらい、力強いレースをして上がっていけるように頑張りますので、ぜひ、皆さんの応援をよろしくお願いします。ありがとうございます。そして関口選手お願いします。はい、今日は今中島選手言ったようにペナルティあるんですけども、なんとか1ポイントでも、取って、帰りたいと思いますので精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。そして予選第2位レブリック NSX GT 山本選手お願いします。はい、いい位置からスタートできるので、今季まだ優勝がないので、優勝目指して頑張りたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてジェンソンバトン選手お願いします。おはようございます。Very excited to be here in Sugo. A very special year for us here, winning the race. So we go into the race today excited for the challenge, and we will fight until the end. ありがとう。はい、まあ、1年目に勝ったレース、まあ、エキサイティング、そしてチャレンジングなレースを見せますよというようなお話です。ありがとうございます。そして GT500 クラスポールポジション景品 NSX GT 塚越晃大選手お願いします。はい、今回、景品大応援団が、来る中、優勝するために、ベストを尽くします。応援お願いします。ありがとうございます。そしてベルトランバケット選手お願いします。おはようございます。 Super happy to be on pole position todayIt's going to be a tough race with mixed conditions once again, so we will do our best and fight hard for the win. ポールからのスタート、タフなレースですけど優勝しますということです。そして塚越晃大選手、ここ須郷ですと景品の大応援団の皆さんが来てますよね。はい、その応援団の皆さんに一言お願いします。はい、ここ景品の地元ということで、本当に2000人規模の、大応援団来てますので、みんなの前で勝ちたいと思います。頑張ります。ありがとうございました。 GT500 クラストップ3ドライバーの皆さんありがとうございました。大きな拍手をお願いします。それでは選手の皆さんご登壇ください。以上でオールドライバーズアピアランストップ3ドライバー紹介を終わります。この後レースを迎える全てのドライバーに皆様大きな拍手をお送りください。